エリサラム事件は2013年6月にロサンゼルス市警が事故死と発表したにもかかわらず、現在でも怪事件として注目を集めています。そのきっかけは被害者であるエリサラムさんが亡くなる直前に乗ったエレベーターの監視カメラ映像が YouTube にアップロードされたことでした。エリサラム事件は2013年2月、カリフォルニア州のロサンゼルスで発生しました。カナダにあるブリティッシュコロンビア大学に通っていたエリサラムさんがアメリカ旅行中に行方不明になったのが始まりです。カナダ在住の女子大生だったエリサラムさんは2013年1月から鉄道や都市間バスを利用してアメリカ旅行を楽しんでいる最中でした。旅行中のエリサさんは毎日必ず両親に連絡を入れていましたが、31日だけなかったのです。そのため心配した両親はすぐに、エリサさんが宿泊していたセシルホテルがあるロサンゼルス市警に通報しました。ロス市警は可能な限りホテル内を捜索しましたが、エリサさんは見つからず、失踪事件として捜査されることになりました。エリサラムさんが失踪した後、セシルホテルでは複数の宿泊客から、水が出にくい、と、水や水道に関するクレームを多く受けるようになりました。そしてエリサさんの失踪から時間が経つにつれて、水が黒く変色していた、味が異常だった、というおかしな苦情が寄せられるようになったのです。これを受けてセシルホテルでは、1000ガロン、3785リットルの水が入る貯水槽を4台使用していました。そして貯水槽の点検を行うことになりました。そして2月19日、セシルホテルの保守担当者は貯水槽の点検に向かいました。そして客室やキッチンコーヒーショップの水を供給していた貯水槽の中にエリサラムさんの遺体が浮いているのを発見しました。エリサさんの遺体はすでに腐敗が始まっており、体色が変色し皮膚の分離も見られる状態でした。遺体は全裸でルームキーや腕時計も一緒に浮いていたそうです。水の味や色の変化は彼女の遺体が原因であったことは明らかでした。エリサさんの両親がロサンゼルス市警に通報した2013年1月31日以降、失踪事件として捜査は始めていました。しかし、同年2月19日にエリサさんの遺体が発見されたことで、殺人を視野に入れた捜査に切り替わります。2013年2月14日にロサンゼルス市警は、セシルホテルで最後に撮影されていたエリサ・ラムさんの映像公開に踏み切りました。このエレベーターの監視カメラによって録画されていた映像が、世間の関心を集めました。
そこには、エリサさんが何度もエレベーターを出入りし、外の廊下にいる誰かに話しかけたり中に身を隠したりする様子が映っていました。また自分が降りるのではない、いろいろなボタンを押した後でエレベーターを後にしたのです。セシルホテルでは、過去に殺人事件が起こっていました。そのため、ロサンゼルス市警は殺人も視野に入れながら捜査を行い、エリサ・ラムさんの遺体はロサンゼルス郡検視局で司法解剖されました。エリサさんの遺体には目立った外傷はなく、ロサンゼルス郡検視局は2013年6月に死因は不慮の事故によるものという検視報告書を発表しました。これによりロサンゼルス市警は事故死と結論付け、捜査を終わらせたのです。エリサさんは事件発生当時、精神疾患を抑えていました。双極性障害と抑うつ症を発症していたのです。そのため、治療薬として4種類の薬を常用していました。彼女の遺体の検視解剖の結果、常用薬には含まれていない、シヌタブ、と、イブプロフェン、の成分が彼女の体から見つかっています。そのため、エリサさんは薬物を服用した可能性が考えられます。しかし、シヌタブもイブプロフェンも一般的な風邪薬や頭痛薬に含まれている成分であり、これが彼女の異常な行動につながるとは考えにくいです。この事件には、他殺説があります。それは貯水槽のあるセシルホテルの屋上に行くために通らなければならない扉や階段が施錠されていたからです。鍵を持ちパスコードを知っているのはホテルスタッフだけでした。また高さ 2.4 メートルの貯水槽にどうやってエリサさんが登ったのか、重い蓋をどうやって一人で外したのかという疑問も残っています。こうした謎が残ったことから他殺説が有力です。またエリサさんは短期間失踪したこともあり、彼女の精神状態は不安定だった可能性があります。しかし、両親は死を望んだことはなかった、と説明しており、この事件は彼女の自殺ではないと考えられています。そして、エリサ・ラム事件の舞台となったセシルホテルは、地元では曰く付きのホテルとして有名でした。過去に殺人事件が起こっていたからです。1964年6月には、ホテルに宿泊していた女性が強姦の末殺害された、ゴールディ・オズグッド殺人事件が発生しています。また13人を殺害したナイトストーカーと呼ばれるリチャード・ラミレスや、1991年に3人を殺害したウィーンの絞殺魔という名のジャック・ウンターエーゲルもセシルホテルに滞在していました。またこの事件は大衆文化にも影響しており、ホラー映画ダークウォーターやテレビドラマで使用されたりしました。またエリサさんは初めはホテルにて5人部屋に通されていました。しかし彼女の気候が目立ったことにより、苦情が入り1人部屋へと移されています。このことより、エリサさんは精神的に不安定であったと言えます。そういった精神状態ならば、エレベーターで不可解な行動を取るのも十分考えられます。しかし、貯水タンクに全裸で入るという異常行動を取るでしょうか。楽しい旅行中にわざわざ死ぬ理由もありません。ただ、セシルホテルは曰く付きホテルというもう一つの顔があります。可能性としては限りなく低いですが、何かしらの不可解な雰囲気などにより、彼女の精神に何かしらの異常が生じたのかもしれません。他殺説に関しては、ホテルマンが快楽殺人者だった可能性もありますが、それならばもっと未解決事件が起きていてもおかしくありません。しかし、過去に事件はあったものの、それはしっかりと犯人がいました。この事件の不可解な点は多数ありますが、はっきりとした回答はなく、未だに未解決事件として様々な憶測や見解が飛び交っています。いつか真実が明かされる時が来るのでしょうか。このような不可解な事件がつい最近起こったことが驚きです。では、ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。ではまた。